マイテース、マイテース、ちょっと待ってね。よし、マジ第173回実況 FF11 コラボ復刻ともこれあたり横に引きの寒すぎやんすね。PC になります。いやーもう雪のおかげで寒いっすよ、めちゃくちゃ室温ひよこさん来たら始めましょう。今日はエレコラですね。いらっしゃい、オッケー。始めましょう。では、コボモフモフさんとおじやんです。モフおじです。本日もよろしくお願いします。横2匹の FF14 やっていきましょう。今日はですね、FF コラボ復刻ですね。まあ、このキャラとかやってるんですけど、配信として残したいんで、まあ今、急遽流してます。今日までなんで急がないとですね。というわけで、まずキャラチェンジしましょうか。キャラチェンジしましょう。3キャラ目。よし。で、まあ、FF11 は、後々多分配信として残すと思うんで、まあ、一応そのための準備、準備っていうか、まあ、これは残しとかないとまずいなっていうことで、配信として残しておきます。11はね、プレイしてるんですけどね。まあ、今は、あれですね、全然止まってる状態なんで。あれですね、シナリオを一番最初からやるっていう感じで多分やっていくんじゃないかなと思います。あっちね、フェイスがね、季節限定しか取れなかったら結構めんどくさいんですよね。めんどくさいんで、もしかしたら、既存のキャラクター、新キャラと既存のキャラクターをうまく使ってちょっとやっていくかもしれないです。あ、その辺ご了承ください。PC 版がまあね、ひよこさん持ってたら、あれですね、一緒にプレイしてもよかったんですけどね。PC しか対応してないんで、多分、やれる人は限られてますよね。まあもうちょっとどっか
あれですね。時間の余裕が できたタイミングでやると思う。まあ、今すぐじゃないんで。あ、来ました、来ました。あ、さそうですね。はい。また朗読していくんで、ゆっくりやってみましょう。聖歌異文。読み方わかんないですね。私、ジョーホシ、ハーバーヘラルドの記者でレムと言います。突然ですか、冒険者の取材に同行してもらえませんか。実は近頃噂のある旅人を取材したいんですが、その方が現れるの危険な場所ばかりらしくて、強そうな人に一緒にもらえると、心強いかな。この登場キャラさ、無料のね、シナリオ追加の時に出てきたやつで、今までのキャラクターが総ゼロにするような、結構ね、面白いイベントですね。旅人は、イベントっていうかもう普通のメインシナリオですけどね。旅人は貧菓子の国から来た若い女性らしいんだ。ただ、その言動は普通じゃないっていう噂なんだ。なんだか、遠くからないのか。最新情報によると噂の女性は東ラノシアのコルタデルソウ付近で目撃されています。ぜひぜひ現地でお会いしましょう。オッケー。じゃあ現地行きましょう。あれコスタデルソルがねえ。ちょっと待って。あれコスタデルソルがねえ。どこだ、あ、こっちか。あったあったあった。大丈夫ですね。大丈夫です。ね、これですかね。ああ、冒険者、ありがとう。取材に付き合ってくれるんですね。噂の女性、この辺で目撃されたらしいけど。これ、取材ってあれに似てますね。じいさんの時と一緒っすよね、これ。それ系で進んでるのかな。内容覚えてないんですよね。あれ、もしかしてあの人じゃん。ああ、来た来た。これですね。名前なんだったっけな。いろはだ、いろは。いろ、失礼、つかんことをお伺いしますか。ここはバナディールのどの値でございますか。FF11 ですね、バナディール。バナディール、聞いたことない地名で、ここはエオルザの西部、ラノシア地方ですよ。あなたって噂の、貧菓子の国から来た旅つないよね。確かに私には貧菓子の国を、参りしものでございます。あ、天然の話とか聞けんじゃないですかね、確かに。エウルゼなる土地の名前と耳に馴染みがありません。なんと言いますか、その、記憶がいろいろと曖昧で。記憶喪失ってこと？それは大変。何か覚えてることはないの？FF11 の天然と同じデザインで14に出てきますもんね。私のようなイロハ、まだまだ未熟者ながら、武の道を極めるべき修行中のみ。生まれは、天正歴の確か。ああ、ダメでございます。虫食いにあった巻物のように記憶が欠けてしまっております。何かとても大切な使命を帯びているように思えるんですが、はっきり覚えていますのは、水風流、鏡裏なる、技の極意を得得すべき、修練を重ねていたこと、技目を極めれば道も、開けようと夢中で、動を振るっていた次第。気の毒に、でもその技を、極めることができれば記憶が戻りそうな。はい、それは私めに課せられた大いなる支援のようでございます。これを乗り越えれば、己を取り戻すこともできること。いや、文字数多いっすね、いろははね。冒険者はお聞きの通りです。せっかく来ていただいたんですが、取材は中止しましょう。その代わり、いろはさんの修行を手伝ってあげてほしいんです。FF11 もかなりのセリフ量だと思いますね。いろはさんにエルフザのやつ、地図を差し上げます。これでどこに行っても冒険者さんとお聞き合えるはず。助立ちをいただけのありがたくお受けいたします。実は私にとってここは違法の地のように思われ、少々心細い思いをしておりましたゆえ。見慣れる地図ではございますが、なんとか読みそうでございます。では、手始めにここから南の浜辺に向かおうかと、修行の定石は、浅瀬の魔物、誰かにそう教わった気がいたします。
そのあたりに記憶につながるものがあるかもしれませんね。ボーギーさん、どうかイロハさんの修行を助けてください。手がかりになりそうなものを見つけたら、届けてあげて。こう、回想シーンが見れるんでしたっけね。修行が終わったら近くの町へ、落ち合うのが良さそうですね。イムサムインならブルワークホールあたりかな。ライオンさんとか多分あの辺が出てくるやつですよね。誰かで、まあ、天禅は出てくるでしょうね。天禅と、あとあれか、アドリンでしたか。アドリンのキャラクターとかも多分出てくると思うんですね。どこに行けんだ、これ。ミンサロミンサが実です。これか。で、はい、近いですね。アドリンと、あと、アルタナ新兵、その辺ですか。あ、これ、フェイトか。フェイトなんだ。そう来たか。やってますね。イロハが戦ってます。だよな。ヘイト取っとけば、とりあえずは多分いけると思います。はい。うん、オッケー。いや、11の BGM だ。見事打ち合いまじりました。皆、私めと同じ高みを目指す者たちでございましょうか。共に戦えたことを嬉しく思います。あと、アトルガンのキャラクターが出てきたらいいっすよね。まあ、いた。消えんの？消えた。じゃあ行きましょう。案の定飛べないんで。あ、リムサロミーサって書いてあるわ。リムサロミーサだ。はい、ブルワークホームか。ブルワークホームだ。OK。先ほど、助立ちを頂戴し、教室でございます。あなた様のような凄腕と共に戦ったことで、私めの技の切りも確実に増してきたように存じます。浅瀬の魔物は、まさに一行にはうってつけの獲物でした。さて、この地へ、私めは一体誰に教わったのか。これで回想ですかね。うん、さっきの修行の折にこの、かけらを拾ったと、手のひらから何か不思議な力を感じます。そう、昔の、光景が、脳裏に流れ込んでくるような。うん、来た。闇王だ。闇王ですね。これあれ、無印の、ラスボスか。ラスボスですね。
たった今記憶の一部らしく場面が蘇りますと、最果ての城にいて待ち受ける、蘇りし闇の化身、諸国の命運がかかった大いなる戦い、この敵を倒すことが私めに託された使命なのでしょうか。強大な闇を打ち滅ぼす、天津、水かける、鏡の、恐竜ですかね、の技を極めるべく修行中だと。いえ、どうしてもしっくりしません。きっとまだ記憶が不完全だからでしょう。より精進を重ね、見失った己を取り戻さねば。さて、次の修行先ですか、ね、国営の森の、中央神殿へと向かい、歯受けた運転なる、屋敷の近くに参りたいと思います。ただなら敵の存在を感じるのでございます。見事敵を打ち倒した後は、森の都、グリダニアの冒険者ギルドで落ち合いましょう。なるほどね。一枚がピラって出る感じなんですかね。こっちもフェイトじゃねえか。ちょっと待って。グリダニアから行った方が近いですかね。グリダニアから外出た方が近いっすね。飛べないの忘れてました。グリダニア一回飛ぶわ。そのキャラ西口出られる。大丈夫か、さすがに。ああ、西口。そのキャラ西口出られるかすげえ謎ですけど。一回中入っておいか。中央森林西口。なさそうか。なさそうか。こっち来たらそのまま出られないんでしたっけ。これシナリオ進めないとダメなんだっけ。でもレベル60ってこと、シナリオ進めてるかどうかで多分いけると思うんですけどね。そっちでも東だもんな。でも東に出るか、じゃあそっちから行くんだろ。東でいいよ。西口ねえの不便ですね。飛べねえからな。まあ今後イベントを効率的にやるんであれば、ユーザーぐらいはクリアしとかねえとっていう感じだわ。いやー、もうあれがめんどくさい、強くてニューゲームをやってるからめんどくせんだよな。本当にやりたくなったタイミングだ。これ今やってない感じですかね。待って、待つしかねえのか。待つしかねえよな。いやー、ちょっとこれあるから時間制限しっかり気をつけねえとだな。間に合うかなっていうところですよね。あるとしても多分3箇所ですよね、フェイト。まだ1時間あるんで、なんとかなるかなっていう感じですかね。いや、わかねえよ。わかねえんだけど。
さっきプレイヤーがいたから終わった後ですかね、もしかしたらその可能性あるよ。ちょっと一個削ってくるよ。そこでさ、ああ。来る？あの上のフェイト一個折らせておくよ。出てきたら、戻ってくればいいよね。モフ王子です。ライブ配信開始時にツイッター X ドッキーの子は一度ツイートするようにしましたので、そちらで確認していただいても OK です。いや、このモブが今うっとうしいっすね。いや、そいつあたり、そいつあたり。あ、湧いたわ、湧いた。湧いたんで行こっか。湧いたわ。よし。湧いた湧いた。乗って。いいよ、俺は。スルーで。どうなってんのこれ。ああ、来てみた。来て来て。いやー、もう FF11 のキャラっすね、デーモンとか。あとタウルスもか。タウルスが言うとしたらプロマシアですけど。邪気は去ったようでございます。この程度の魔物を退けられないならば、使命を果たすことはできますまい。さらなる精進を重ねれば、うん。ちょっとグリダニアで1枚取ろっか。本人の前で1枚取ろう。忘れそうなんで。あれ？どこいんだ？あれ？どこいんだ？あ、いた、いた、いた。
ここで撮りましょうか。ここで撮りましょうか。いいっすね。侍は似合うと思います。侍似合うと思う。もう侍じゃないんであれですけど。よし、オッケー。取った？取った？休めましょうか、じゃあ。たびたびの火星痛み入ります。未熟な相手は使命にとってあなたの様のような偉大な無事の戦いを間近に目にすることかなうの何より修行でございます。これあれっすね。三箇所、獣人のね、地域があるんですけど、それで取れる石ですね、これ。なんと、またも言うと、奇妙な石が落ちていたとおっしゃるんですが、ね、さっきの石とよく似ております。少し、色意味が違うような。あ、何か声が聞こえてまいりました。おっと、やっぱフロンアシアですね、来た。なんだっけな、プリッシュでしたっけね。名キャラっす。またしても記憶の断片が蘇りました。宿命を帯びた少女に導かれて赴いた新たな、大いなる旅の思い出。いえ、旅はその一度きりではなかったはず。無数の強敵と戦い、多くのルイとも、絆を結んだ。それは、これは本当にわしめのような我が輩の記憶でございましょうか。ともあれ、あなた様の56年より、郷里の、極意もおぼろげながら見えてまいりました。技の真髄を得得すれば、確たる記憶も戻ってきましょうぞ。最初は勝手のわからぬうちで、闇込みに戦っておりましたが、あなた様のような導き手を得たことには誠に幸いでございました。これから何卒ご指導のほど。次なる目的地は南ザラーのサーコリ、砂漠。破壊しえない強敵と出会いそうな予感がひきちっといたします。出試しのあとは、ウーダハの冒険者ゲートでお会いしましょう。これが最後かな。石集めであれば3箇所しかないはずなんで、多分これが最後っすね。では、これか。あ、はい。待ってれば来るっぽいんで待ってましょうか。開始のセリフも見たいですしね。あ、もう始まったわ。始まったわ。普通に始まりやがった。いますね、うん、多分セルケトだ、セルケトだ、ちょっと待ってセルケトセルケトじゃねえかいいね NM っすね。いや、かっこいいっすよね、槍みたいなやつ。
槍か、普通の。侍じゃねえんだ。槍ですね。やりました、このヒーローは。とうとうここまでの力を手にしましたぞ。しかし、なぜでしょうか。まだ何かが足りない様子。一体どうすればこの袋小路を、抜け出せるのでしょうか。あ、で、これで、ウルダーに行けって流れか。あるとしたらあれですよね。クルザスとかですかね。4番目があるとしたら、雪原なんで、冒険者ギルドも近いですね。冒険者ギルド。モフ推しです。ド M なのでリンダはご褒美ですが、マイペースなので放置プレイは苦手です。旅方なら火星に感謝の言葉もございません。腕試しなどと軽々しく口にしたもの、私めの手に余るとてもとても強い難敵でございました。これは驚きました。まさに二度あることは三度。ああ、これは何の記憶でございましょう。騎士の、戦場、飛び交うことは、行くたびもの、栄翔。もっと、フェンリルですかね、あれ。フェンリルっぽいな。ようやく全貌が見えてました。これは私めの体験したことではなく、ある英雄の冒険の記憶。強敵を打ち、多くの友へ様々な地を訪れた旅の追憶。先ほど私めの絵と胸を去来したのは、その方が時を超え、過去に旅した時の光景のようです。語られざる語られてはならぬ歴史の真実。そしてもう一つ思い出したことがあります。私めはあなたと異なる世界に属するもの。我々はその世界をバナディールと呼んでおりました。あなた様の熱き力添えのおかげで、曇っていた、我が視界がはっきりと、溶けてまいりました。今なら、教理の、極意を、極め、己を取り戻すこともできるかと。濃い緑に、輝く、湖畔にて最後の難敵の気配を感じます。地図が示す湖の名は、ブロンズレイク。極意を解きた暁のリムサロミンスの例の場所で再会を。これが4つ目なんだ。クルザスかと思ったら全然違いましたね。ニムサロミンサ方面でした。おっと、ちょっと飛べねえじゃん。飛べねえんだ。じゃあ、ちょっと待って。ワインポートいけるかな。ああ、ワインポートもダメだ。ちょっと待って、どうするかじゃあ。これどう行くのがいいんだじゃあ。ブロンズ駅行けるかね。ははダメじゃねえけど。どこなら行けんだよ。いや、じゃあコスタから行きましょうか。コスタから行きましょう。登録しながら行くよ。コスタは登録してあるらしい。道中の登録しながら行きましょう。
か。前は確かにコスタはその南から来た記憶あるの。確かに登録するため、イベントのために多分やってるんですよね。はい。じゃあ、こう登録しといて。と、解放しといて。早めに来てよかったっすね。いや、結構時間かかるわ。フェイトだらけっすもんね。ここもフェイトだし。ご案です。よし、解放してみましょう。今度他のもんだ。あ、オッケー、解放しといて。あとは現地で待機してますよ。あ、指定地点って書いてあるな。ん？これ別のやつか？ちゃんとこれじゃねえのか？ちょっと待って。ちょっと待って。え、これですよね。これ調べやいいのかな？調べやいいのか。なるほど。あ、なるほど。これで発生すんだ。はいね。あれか、普通にやってりゃよかったんだ。この気配何や歪みを感じます。現れました。闇妖系ですかね。スポット。あ、これあれっすね、あの。あ、レベル20制限とか、その辺のやつですね。確かに、制限じゃなくて。一番最初のやつ。当たってないですね。あ、そっか。まずこいつと戦わねえといけねえんだ。なるほど。やべ、ひよこさんが食らってる。ひよこさんが。いやー、このヒート取れねえんだよな。こいつさえ倒しちゃえば大丈夫。ヒートで。うん、あ、いなくなったわ。いなくなった。あなたはそれでも戦い続けるというのですね。ああ、その姿はまるで。俺はまるで磨かれたように心の曇りが晴れていく。今は、今こそこの技を使う。あ、これイベントなんだ。技使うんですかね。使わねえのかいい。いや、もう FF11 の BGM ですね。戦闘の BGM だ。ハゲてんじゃん。
や、もうちょい。よいしょい。オッケー。終わり。全然取れてなかった、普通に。とうとうここまで正すことができました。すべてアーサーのおかげ、そのお姿で大切なものを思い出してくれました。いろいろ話したいことがございます。一度、リュンさんの方にさえ戻りましょう。オッケー。魔法師です。PSP と PS2、B までレトロゲームとしてます。PSVITA、PS3、WIIU レトロゲームではありません。うん、なんとか間に合いましたね。なんとか間に合ったね。まだ続くっぽいな。別の回想シーンを待ってる感じですかね。ブルアーク。ついに得しました。天津水影流、郷里の玉衣、これもすべてあなた様のお導きがあってのこと、同時に私めの記憶も、鮮明に蘇ってまいりました。私めが追っていたのは想像よりもずっと重い使命でした。なぜに、忘れてしまっていたのか、不退転の決意を持って旅に出たはずだったので、先ほど申し上げたとおり、私めがあなた様のことならバナディエという世界の生まれ、未曾有の危機が訪れた時代。なんか未来から来たとか、そういう設定ですよね、多分。世界の密度がもはや不可避の運命となったとき、私は時を超え、そうですね、過去の世界へ旅立つことになりました。で、過去の世界の主人公と出会ったからですね。イレブンの主人公と出会ったってことですね。私は過去の世界にてある英雄に助けを求めました。その英雄とは我が師匠。あの方なら必ずや滅びの運命を変えてくださいます。師匠って呼んでいると。で、お察しでしょうか。これまでわしめの脳裏に蘇った一人の英雄の記憶の断片は、すべて我が師匠の偉大なる旅の、奇跡だったのでございます。まあ、いやですね。FF11 の、光の英雄みたいな感じですね。主人公。師匠に関することで体験あった大切なことをまだいくつか忘れているような気もするんですが、いずれ時が来れば思い出すことも叶いましょう。まあ、使命のことはひとまず置いて、続きはレム、のところでお話したいと思います。彼女の口添えのおかげでアンさんの助力を得られたのですから。あ、OK。レムか。冒険者ギルドですね。あ、こっから上上がった方が近いのか。こっから上上がった方が近いっすね。2階。OK、これで終わりっぽいですね。ヒロアさんの記憶も戻ったそうですね。冒険者のおかげです。それでは聞かせていただきますか。このエールゼを訪れるまでのことを。滅びの歴史を変えるために未来から、過去へと時を超える旅を。はい、私はバナディールと呼ばれるその世界のただ一人生き残りだったのでございます。私めは若き日の師匠と出会い、共に戦っていたはずでした。ところが目を覚ますとなぜかこの世界に、ああ、今すぐにでも師匠の元に戻りたい。うん、お師匠さんのことをとっても慕っているんですね。はい、師匠は、希代の英雄であり、我が人生の目標でございます。私めはその、伝説を子守歌のごとく聞いて育ちました。お、いいね。イレブンの BGM だ。伝説はこうして始まっております。すべての残りは石だったんだと。名曲っすね。
来た。ライオンさんと、フィッシュと、あれか、シャントット様ですね。あ、もうそれ以外もいっぱい出てきますね。トリオンだの、あ、シドナの、いっぱい出てきますね。三つの大国が並び立つに、師匠は冒険者として足を踏み入れ、やがて行ける、伝説たちと肩を並べて戦うまでとなりました。師匠は抗い続けました。蘇し悪夢、闇の王に、神々の定めし、滅びの運命にさえ、すべてはバナディールに光を導くため。いいね、アブソリュートがいいんじゃん。なんかアブソリュートバルチャーでした。バーチャーでした。名前忘れました。もっと来たね。いたね。アトルガンの人だ。で、アルタの新兵か。はい。あ、ごめん、あれか、アドリンですね。はい。東で西で時の果て、いくつも絆が結ばれ、いくつもの伝説が紡がれていきました。その一つとして忘れぬ大切な物語たち。我が脳裏に真っ先にこれらの記憶が蘇ったのこの一つ一つが心に深く刻まれた光景だったからこそ、わしめが話をせがむため、あなた様は心よく語ってくださいましたから。失礼をお許しください。わしめとしたことはまるであなた様と師匠と取り違えるようなものいいよ。雰囲気は似てるんでしょうか。彼女は冒険者としての大先輩ですもんね。まあ、これをやるってことはやっぱイレブンを盛り上げたいんでしょうね。わしめの話はまるで絵空ごとのように思われるでしょうが、わしめにとってもまたこの世界は夢のごときもの。次に目を開くときわしめはきっと、まあ、あれですね、アライアンスがイレブンになってるって話ですもんね。あのバージョンなのは。懐かしいバナディエに立つ自身を見出すことでしょう。未熟めのわしめお認識いただきありがとうございました。どうやらまだ帰還できておらぬようですね。今しばらく修行を続けようとの女神のご意志でしょうか。他のプレイヤーのフェイトを頑張れってことですかね。またお会いしましょう。偉大なる先輩のこのエールザのどこかで、あとまた別の世界で。まあ、こっちの光の戦士が FF11 の世界に行くっていう、イベントもあるかもしれないですね。どっか別の世界を救うために時を忘れる乙女か。とっても不思議な話でしたけど、私は信じたいの。だってその方が素敵じゃないですか。まあ、スタッフを、あれですね、回さないと無理でしょうけど。いや、あれですね、FF11 のイベント系は全部使い回しですか。空きがねえ。ちょっと待って、空きがねえじゃないか。いやー、巻き作んなきゃいけねえじゃん。ちょっと待ってね。チョコカバーに置けるか。チョコカバーに置けるわ。よかった。これでいいや。オッケー、イロハと視聴台と。またあれですね、イロハエもやりたくなりましたね。イレブン。怒ってるよね。全部やんじゃんっていう、ね。ここは最初からある感じか。あとは、ここなのか。よいしょ。
うん、オッケー。ちょっと、もうちょい明るいところにしようぜ。あ、これにプレイができるんだ、いつも。なるほどね。もうちょい明るいところにしようぜ。まあ、ここでもいっか、いいけどね。レムさんがいるところ。武器は槍じゃないんで。雑談ですが、リライブ先に効果があったのは一旦からの飲食量。竜騎士があるんだよ。ペットボトル2リットル2本ほか、が軽かったですね。腕で持つのが良さそう。槍ですもんね、持ってんの。座る。ちょっと待って。イロハになりきる回でした。本当に戻った。はい。これに戻ったらいつも通りじゃね。いつも通りじゃん、これじゃ。いや、そこにイロハが残ってないのはちょっと残念ですね。レブンでしかいないっていうね。ああ、オッケー。まあ、とりあえずイベントあかんです。ありがとう。なんとか間に合った。なんとかギリギリですけど間に合いましたね。11時。じゃあ、あとはもうこれやる？適当に。どんぐらい揃ってないのかわかんないけど。シルロって言ってたもんね。じゃあ、とりあえず、一旦キャラチェンジして、ちょっと景品だけ見たいんで、経費の所持状況みたいな。まず、メインになるね、俺。一旦メインに変わります。で、こっちほとんど持ってたら、にゃんでいくわ。ニャンだったらさすがにマウントとか持ってないんで、ちょうどいいかな。いや、持ってると思うんだよな、なんか、あれっすよね、ヤギみたいなやつっすよね、確か。これでグリダニア一回飛ぶわ。
ん？なんだこれ？なんだこれ？なんか手に入ったな。いや、セリフ聞くの忘れたまま、いっか、スローで見ればいいか。説明聞きますか。これなんだ？初めて見ましたね、この。説明を聞けるだけですかね、これって。あ、で、これがガイドブックってのはこれなんだ。あー、はいはい。どれがいっぱい、いくつもらえるかってのがわかるんだ。なるほどね。ウィークリーモグチャレンジって何？週に一度だけ達成できるチャレンジコーナー。ああ、こんなのあんだ。なるほどね。ちょっと面白くしてるんだね。はい。なるほどね。なるほどね。ああ、じゃあこれもやりたいですね。要はいっぱいもらえるってことですよね。ダルメルホイッスルあります。ゆゆ金庫がない。あ、じゃあこれでいいか。キターニアバード。あ、ゆゆ金庫がねえからちょうどいいっすね。あ、あ、いいや。このキャラでやるわ。あとは、まあ、一通りあるか。あ、これは持ってないですけど。まあ、これは、これまあ、やろうと思えばすぐ取れますからね。優先的には悠々金庫かな。何気にミニオンのくせに50使うっていうね、なかなかの、レアアイテムですよね。あれ、これ、英雄から取るやつですもんね。あ、誘って、ひよこさん誘って。誘って、パーティー。うん。で、ちょっとトイレ行ってきますね。ダッシュ。いいよ。Cロックやりたいんだったらフロントラインからだね。よし。よろしくです。モフおじです。
YouTube の動画は毎日更新してます。どうぞご自由によろしくお願いします。チャンネル登録、高評価お願いしますね。なんか増えてる、デブチョコばっか乗ってるし。ひよこ、隣のやつもひよこじゃねえ。ララフィルヒヨコ、ララフィルじゃねえよ、ララフィルじゃねえよ。やったん。印象いいな。挟まれて、気をつけて。挟まれて。言えねえ、くそ。
いやそう。87度ね。さあ開いてる。何でもばらけてる。なあ、数が多すぎる。数に合ってねえ。休みも基本は家にいると思います。無茶しない程度に配信しますね。
よし、OK。いやー、せめて2位まで上がりたいっすね。100だったらなんとかなりそうっすね。オーチがいた。オーチがいた。くだってんじ。かわいそう。あれじゃ意味ないっすシェイ。オッケー。まだ右だ。やべ、終わっちゃう、終わっちゃう。結局ここなんだ。まあそうなるよね。
よし。そうじゃと、オチでした。勝った1位だもうよくやったねB だったねOK、お疲れさん。いいね。いや、よく勝ったな後ろはめで、後ろはめで勝ったね。てか、フロント内5枚しかもらえない。もうちょいくれてもいいんじゃねえとっていう感じですけどね。うん。俺、5じゃ行ってないんだ、今。まああれっすね、ひよこさんは多分100勝を狙ってるんでしょうけいや、幸先いいっすね。いやー、ミスった操作、くそ。いきなり操作ミスった。
サミハサミ。危ねえ。赤来てる、赤来てる。赤きて、いやー、あぶねThank you.
ドゥーン。赤来てる、赤来てる、赤来てる、うぅ。いやぁ、ユーサーのエンジン、めっちゃ弱くなってんじゃん。あっちかいられんのよ。赤を許すな。いやー逃げるね。くそ、ダメだこれは。
いやー、金削られてるよ。くそ。いや、もうわっちゃわちゃしてんな。黄色が混じってる。あぶねえ。あ、もう強した。負けたな。負けましたね。しかも、いいじゃねえか。1位だったの。いいっす。まあ、まあ、キル5だから仕事はしてますね。仕事はしましたね。OK。うん、でもこれってのはこれメニューで確認できねえよ。これか、これ大事なもの。
全然人いねえじゃねえ。なんか来てる。いやー、来てんじゃねえか、ちくしょう。いやー、もたねもたね。くそ。あれは無理があんな。
さん来てる、ワンさん来てる。黄色来てる、黄色来てる。赤来てる。
ましたね。ババさんとハンセンのタッグが好きでした。アリアット食らったら一撃。めっちゃ追いかけてくるね。赤もいるから気をつけて。いやー、いい勝負だね。いい勝負だね。いやー、終わっちゃったな。数が少ねえ。数が少ねえ。移動しましょう。こっちに。やべえ、危ねえ、危ねえ。終わった。お釣りした。なんで3位なんだよ。いい勝負したんですよ。して最後に3位になるっていう。うん、ちょっとトイレ行ってくるわ。トイレ行ってきます。
お待たせ。ただいま。よいしょ。何時だ今。12時か。まあ、開始が早かったんで、終わる時間はちょっとおかしいな。で、日付変わって場所変わるんじゃない？どこになったの？だったら5時、5時の方がいいんじゃね。氷焼いたければ氷ですけど。氷ですね。まあ俺はどこでもいいよ。あ、50貯められるよ、とりあえず。今11なんで。ええ。あ、でもウィークリーのやりたいかなっていう感じするね。ウィークリーに、すごいっすね。だってこのゼーメル行くだけで20枚もらえるんだね。これいいっすよね。ゼーメルで20枚かなりいいっすよ。最高部の勝負いいな。釣りですか？最高部といえば釣りですね。ひたすら氷を殴るコンテンツ。固まってくれてるのか。こっちが平和ですね。今んとこ。まあ、来そうですけど。
いやー、このまま行ってきた。このまま行ってきた。いや、数押されてるわ。真ん中っすね。真ん中あんじゃねえ。
すげえ湧いてんね。すげえ湧いてんな。オッケー。すげえ湧いてる。挟まれて挟まれて、赤は強いっすね。2000はだるいよ。時間かかっちゃいますよ。赤の方行った方がいいっすよね。
ようにね。危ねえ危ねえ。赤に負けてるようじゃ勝てないですダメですよ、これ。これ絶対負けるぞ。わあ、終わったね。2位だ。お疲れした。お疲れ様。よし、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。次回もまたよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。高評価、拡散などをよろしくお願いします。